アラスカ旅行3日目の朝はモーテル併設のレストランからアラスカンブレックファスト、すごい量っす。ただアラスカンブレックファストっていう名前なんだけど、アラスカンっぽいところはこのトナカイソーセージぐらいかな。トナカイソーセージと卵とハッシュブラウン、パンケーキ、これを食って今日も頑張ります。おはようございます。釣り2日目は、初日の朝と夜に来たのと同じ場所でちょっとしばらく釣ってみます。釣れますように。今日も人がいっぱい。こういうところでバンって。よっしゃー、イエーイ、でかい、でかい、戻った。
ごめんなさい。ごめんなさい。よっしゃー。バッグ持って。これじゃあ。しかも遅い。あんまり結構叩かないでね。あ、いや。よろしかー、やったぜ。Sean.ありがとう。Thank you. ああ、プロでかい。あ、外れた。外れた。OK。Thank you。ああ。はい、3匹目ゲットしました。これ3匹なんで自分はリミット達成です。午前でリミット達成してしまった。3匹目も立派なオスです。やりました、自分は3匹釣ってリミット達成して、ここに今夫の分と合わせて5匹います。夫があと1匹釣ればうちら2人で今日のリミット達成でございます。イエーイ。あとはあと1匹頑張って釣ってくれ。かかったよね今。残念。はい、たった今夫が3匹目釣って、今日の うちら2人の釣果でございます。2人ともリミットの3匹今日は釣れました。お疲れ様です。すごいねこれ。いやー、今夫が魚の処理中でございます。1匹目まだ残り5匹あります。先は長い。はい、今魚の処理し終わって、午前っていうかもう昼過ぎ回っちゃったんで、
午前と昼の部終わりました。これからお昼休憩して、午後には、嫁が鮭釣れるように自分はサポートに徹します。はい、今昼ご飯食べ終わって、午後の部はちょっと今回は来たことない別の場所に来てみました。もう自分はリミット釣ってるんで、もう午後の目的は嫁に鮭を釣らすことです。頑張ります。嫁、初日に比べるとだいぶとやり方が上手になりました。投げ方が様になってきております。さあ頑張って釣ってくれ。上に上げて、竿を上に上げて巻いてください。うん、巻いて。巻ける。ドラッグが MC 取れたの。ちょっと竿、ここ持って、コルクのところ。ちょっとリョコちゃん持ってて、はいはい、俺が巻いてあげる。もう鼻が入られちゃったから、慣れてない。あれはあげないじゃないんだ。うん、ここからリョコちゃん、はい、ちょっとドラッグを締めて、でも締めまくって、はい、後ろにさ、うん、そう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 、下がっていけばいい、下がっていけばいい。はい。大きい大きい。おい、バイバイ。はい、これが嫁が引っ張り上げた初の鮭でございます。これぐらいのサイズ、紅鮭。嫁釣った嫁でございます。はい、おめでとうございます。はい、嫁が釣れたんで、もう今日は釣り終了してモーテルの方に戻ってきました。今モーテルに併設されてるレストランバーにいて、これから初鮭を釣った祝いを乾杯します。はい、乾杯、おめでとうございます。どうすか、釣った後の一般のビル、最高っすか。よかったよかった。グビグビ。これが今日の俺の釣りの疲れを癒してくれるペニンスラバーガーです。なんかバンズが結構独特、自家製、うん、自家製って言ってたね。で、こっちが嫁が頼んだ卵焼きとハッシュブラウンとトーストです。今日はこれを食べて風呂に入って寝ます。明日は釣り最終日です。頑張ります。今自分の手にあるものが何かっていうと、夕飯の後俺が半分酔っ払いながら作った今日取れた鮭の卵をスポーツドリンクの空き容器に入れて醤油で浸した筋子でございます。これをこのままつけておいてシアトルに持って帰ります。ではでは、今日はこの辺で。またまた。